どうも、ロム・ゴーイチの告知でございます。ですね、もう年末に差し掛かろうとしてますけれども、今年はたくさん、映画やってまして、今年は結構豊作がねいっぱいあったんですよね。面白い映画たくさんあって、そんな、ね、ある映画をね一人で見た時にすっごい面白くて、これめちゃくちゃ面白いな思って、でその映画見た時にこれなんか見してあげたいなと思って、あいつに見してあげたい、絶対気に入るわこの映画を思って、でなんかずっと、まあなかなかちょっとコロナとかもあって声掛けできてなかったんやけど、ついこの間会った時にこの映画行かへんって言って、まあええよって言って一緒に行った時に、まあ本人もねどう思ったかちょっとね、もう本人読んで聞いてみましょうかね。僕がねダラダラ喋るよりもこっちの方が早いし、というわけでね、では、僕と一緒に映画を見に行った人はこちらの方です。どうも、プロモゴチの中野です。いや僕たちが見に行った、今年の大作映画は RRR でございます。じゃーん、うわーいいね、こちらの映画です。国章さんがさ、もう熱烈に頼むからもう一緒に行ってくれって言って。そうなんですよ。ほんとそうです。もう普段、なかなかこう、こっちが LINE 送っても、ちょっと返信遅めの国章さんが、もうガンガン LINE 来て、いつ空いてんねん。あ、この部屋やったらいけるよって。最初正直、聞いたとき、なんかインド映画自体まず見たことないし、うん、で、3時間って言われたときに、長っと思ってん。そうだな。3時間ちょいやるやん、なんやったら。いや、よかったよ、でも。いや、めちゃくちゃよかったね。じゃあ、3時間あんのにさ、うん。なんかこう、あっという間っていう感じでもないね。まあまあまあ、それなりにね。でも、こう3時間1秒たりともこう、退屈することなく、もう、なんやろ。フルマラソンをさ、全力疾走で走ってる人を見たみたいな感じ。いきなり、フルマラソンで、いきなり、うわーって走り出して、おお、大丈夫かって思ってたら、最後までその速度で走り抜けたみたいな。なんでこいつ疲れへんねんっていうぐらい。やばかったね。飽きないねんな。3時間あるけど、飽きないねんな。ずっと見てられんねんな。そう。うん。なんか、10分に1回ぐらいさ、クライマックスちゃうかっていうぐらいの盛り上がりがあるやん。そうそうそう。また、音楽もな、すっごい盛り上げてくるやん、なんか。そうそうそう。しかも、歌って踊るっていうのがさ、ちゃんとこう、なんか必要不可欠なこう要素になってる。あ、そうだね。特に今回の、インド映画僕も何本か見てますけど、今回特にその、必要に、応じて、ダンスと歌があったような感じでしたね、今回は。うんうんうん、特に、ほんまにそうだと思う。いや。なんか、前の、昔の、この人の前の監督した映画とかもそうだけど、結構ね、まあ、インド映画全般的になんか、なんかすごい急に歌って踊りやすいシーン多いねんけど、うん。今回は全然もうほんまに、あ、ちゃんとこう、流れに沿って、あ、歌ってんの、あ、そういうことか、みたいな。ちゃんとこう、なんか流れに沿った、歌唱シーン、ダンスシーンとかあって、多分まあ、ちょっと世界向けにしたんかなっていう、こう、輸出映画として作ったんじゃないかなって、やっぱ、初見は思いましたね、やっぱそれは。なるほどな。うん。急に踊り出したとかって全然思わんかったもんな。そうそうそう、ほんまそうなんですよ。踊ることでちゃんとその場が成立するって感じなの。そうそうそう。なんかこう、でもなんかインド映画のいいとこってなんかさ、こう説明、結構さ、何かを説明したりとかさ、そういう、あんまセリフで説明するシーンとかってあんまり
まあ、あるっちゃあんねんけど、結構それを、もう、あと時間の流れとか。なんかこういっぱい説明せなあかんこととか、こう時間の流れを、こう、キュッとまとめるためにダンスと歌があったりするわけよ。で、今回の RRR は、もう、どっちもあってさ、やっぱその、思い出してください。序盤、主人公のラーマと、ビームが、初めて出会うシーンあるじゃないですか。あのね、あの名シーンやね。そうそう。橋の上と、その海、川沿いで、こう、みたいな話あるじゃないですか。で、あっこからこうバーって少年を救った後に、一回タイトルコールバーンってあるじゃないですか。あっこめちゃくちゃかっこよかったね。かっこいい、かっこいい。ここでタイトル出んねやっていう。そうそう。んで、その後さ、結構二人でさ、わーってこう、いろんなことしながら、一緒に時間と歌とダンスで結構時間がな、の経過みたいなのあるじゃないですか。だから、もうあんだけさ、めちゃくちゃかっこいい、あ、こいつら二人は運命の出会いなんやって分かったら、その二人のその関係性を築くのに、ちまちま時間なんかいらない。もう、確かに確かに。そう、こう、ダンスと歌で、あ、こんな、あ、こうやって、あ、今こうやって友情を育んでるなっていうのを、キュッとまとめて、分かりやすく見えるっていうのは結構、まあ、あれは結構インド映画よくある手法やと僕は思ってますけど。そう、うん、と思うけどね。まあ、多分ミュージカル映画全般にあるのかな、そうやって、こう、ダンスと歌があるシーン。多分そういう感じで使うっていう。でも、今回のやっぱやっぱ出会いのシーンですよ。インパクトがあるから、もう、なんだもう、あそこすんなり、もうお客さんもわかるというせやねん。なんか、か。うん。まずだってそのタイトル出るまでが怒涛の流れやったやん。そうそうそうね。だって、じゃ国生さんだから一緒に見に行った時はもう2回目なわけやん。そうそうやで。でも俺、初見やん。初見やからさ、こう、うわってどんな、全くどんな話かもしらんから、こう始まってさ、いきなり女の子がうとてんねそうだってや。な。うとて、あーって、かわいい子やなと。で、なんか、ここに絵描いてあげてるんな。そう、なんかね、ここに。そう。ルル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 ル
小銭くれんねん。ペーンってな。そうそうそう。あ、まあちょっと雑やけどな。まあでもああいう人やんで、ちゃんと。うん。ちゃんと言う人やん。うん。気持ちはいい人やんと思ったら、うん、もうその村人も、あ、もう、もうとけ、もうとけ、みたいな。うん。そうね。もうとけ、もうとけ、やって。ああ、バラしてません。歌の俺言うとんねやからな。お前、って言うたら、ありがとうございます、って言ったの。その女の人、なんて言ったんやったっけ、その。その、見たら、大英帝国の女のね、うん。マダムってやつが、うん。女の子やね。うん。女の子に向かって、この女の子を暖炉の上に飾っていいって言うだろ。どういうことやねん。はって思うやん。ええわけないやん。ええわけないやん。飾れる系よ。ほんなら、ぐちゃぐちゃ拉致られんのよな。これはもう、ばーっと書かれて。ほんなら、もうそこでさ、もう、これが結構な、キーワード的な言葉なんやけど。ああ、はいはいはい。お母さんがさ、その、なんかこう、返してみたいな感じ、娘を返してみたいな、追っかけてくるやん。うん。ほんなら、その、イギリスの、その、軍隊の偉いやつが、なんか、提督みたいな。そう、提督みたいな、こう、こんな褐色人種に、この弾丸を使うことすらもったいないとか言い出すのよな。ほんで、大英帝国の工場で何、いくらかかって、ほんで、ここまで輸送されるのに何ぼかかって、せやで一発の何ぼかかって、みたいな。ほんで、棍棒でそのお母さん、バーンってやられるのよ。その日の人、でっかい木の塊になって、パーンってくれる。ええって、もうそこがスタートやで、まず。まずそこでさ、うわーってなるやん。何してんねんって。ほんで、そっから急にさ、なんか、言うたらラーマの話になってさ、うん。こう、なんかもう、こう民衆がブワー暴動を起こしてるとこに、こう、イギリスの警察がこう、こう網越しにこう、立っててさ、うん、誰か石投げてくんだよな。うん。
ほんならもう提督みたいなやつが、誰かあの石投げたやつ捕まえてこいって言ったら、ラーマがこう、嘘やん、嘘やん。まず、また石投げたやつもなんか目立つ服しとってな、なんか赤のな。確かにな、青やな、あいつ。そら追っかけられるわっていう青や服しわ。とんねで、もう、その流れで、なんちゅう、このもう、これクライマックスじゃないんっていうぐらいのさ、すごかったな。熱あ量れ、の。すごいね、あれ。いや、もうあの時点で俺もう釘付けやったからな。うん。そうかのスピード感がすごい良かったよね。そで、ラーマやって、で、その後、こう、いや、実はその民族には羊飼い的な男がいてやな、つって、うわーんって、こう、川の方からアップして、もう、こんなごっついやつすぎてさ、パンニッチで森の中、ブワー走って、トラひっ捕まえて、うわーって縄でな、なんか罠みたいな。だから何回か虎に引っ張られてんのにな。超人的なやつ2人が主人公なのな。ちなみにね、これすごい、俺、このパンフレット読んでね、へえと思った裏話があってさ、主人公、ラーマとビームやんか。本作の主人公、ラーマ・ラージュとコムラム・ビームっていうのは、実はこれ、実在の人物らしいんです。なんかあれらしいよね。このインドのこう、ちょっと時代が違うけど、違うこう、集落におった革命家みたいな感じだよね。インドのこう独立運動やね。独立運動、革命家じゃないのか。今言ったら革命家として、ただ、二人は実在やけど、その出会うことがなかったみたいな。で、なんかそれを、じゃあ出会わせたらどうなんだよなっていうのは脚本の始まりやったらしい。そう、なんかあれらしいで、その、何やったっけ、監督、何やったっけ、ラージャー、なんとか監督。創造神ね。創造神。創造神、ラージャマウリね。が、この RRR の、こう、本筋を作るにあたって、タランティーノの、イングロリアス・バスターズにめっちゃ影響を受けたらしい。なんかその、何やったっけ、実際のさ、出来事をこう、脚色する勇気をイングロリス・バスターズから得た、みたいなのが書いてあって。だからあれもな、もしもシリーズやもんな、こう歴史の、本当にあった歴史の中にこう、もしも、こんな人たちがおったらっていうようななんか感じよな。あともう一個、なんかその、モーターサイクル・ダイアリーズっていうのがあってさ、あれはなんか、あれもなんか確かどこなんか、イギリスかどっかなんか、昔見てんけど、そのバイクで二人でこう旅する若者が、だんだんこう、これあやろ。るんじゃあない？まじゃ、るある、あった。これやろ。これからも結構影響を受けてるって書いてあったね。これって確かあるよな。なんか、この旅してる若者が後のチェ・ゲバラやったみたいな話。なんか革命家のね、みんなこう目覚めていくみたいな話やつ。だからそのバイクが結構印象的に出てくるのも多分そっから撮ってんやろ、多分ね。クライマックスの森の中の戦いのとこでさ、ビームが普通にさ、バイクバーンって跳ね返して、うわーって投げたやん。まずあれだけですごいから。で、200その前キロさ、くらいあんねん、多分。その前にさ、走ってくるバイク、足で蹴って、一回宙に浮かして持ってたか あれだけでもすごい。ら。サッカーじゃねえか、そんな。サッカー王じゃねえ。こう、面白い映画ってツッコミどころが絶対あるよな。まあ正直今回の RRR なんかもうツッコミどころの、ほんま、冷蔵庫みたいなやつが出てる。ありえないことをもうフルパワーの熱で、ぐわー来たから、全部かっこよく思えたって感じる。なんかもういちいち突っ込んでられへんまま次行ってるみたいな。まずね、まずだってあのさ、橋のとこでのさ、ラーマとビームの出会いさ、めちゃくちゃかっこよかったやん。でも初対面でさ、男の子溺れてて、助けなあかん思った人がこう言うたら、こう川岸と橋の上に二人おるわけやんか。初対面でパッと目合ってさ、これだけでわかんねんで、すごない。これだけで動きできるってすごない。ちょっとやってみて。ああ、そうやな。俺らやったら。俺や。
俺川岸におるから、橋の上から、あ、合図。あ、わかったわかった。溺れてんねん、男の人。おい、どうすんの、子供助けなきゃいけないぞ、おい。おい、すみません、なんて言いました、今。いや、そんな時間ないね。そんな時間ないね。やばいね。もう、早よ助けなあかんねん。足早よの助上けで、なあかん上ねで。あ、ちょ、すみません、ちょっと待ってください。ん。やっぱすごいんや、あの二人、ほんなら。いや、だって、あれやろ。だからもうその瞬間にもう、多分二人はもう、あ、って思ったやな、だめだ。せやな。運命の出会いって、お、だからだからなんかさ、しかもなんか実際そのなんかあるやん、こう、あの時火事バーおったのもなんかこう電車がバーッと走ってるさ、なんか、摩擦でなんかオイルとインクし、ボーン炎が燃え上がってんみたいな。当時のその言うたらちょっと質の悪い機械で、機関車でやって、それでなんか火事起こったってなんかちょっとリアルにありそうやしな、当時なんか。確かにな。うん。1920年ぐらいな、あれ。あ、20年。20年か。すごいね。俺、これ、すごいなと思ってんけどさ、ナートゥってダンスのシーンあったじゃないですか。お前たちあれからだって、ダンスも、フラメンコも、サルサもできねえだろうがって、バカ、でも、俺たちはナートゥあるじゃないかって、全員でうわーって踊るとこあるやんか。あ、こういうとこ、ここね。あそこね、もう超名これ、シーン。これ。うん。これのロケ地がすごくてさ、これ知ってる？これ。知ってる。今やったら無理よな。そう。だからこれ戦争さが起こる前の、あれ、ウクライナのな、キーウで、撮影してたっていうのかな。これもすごいよな。こんな綺麗なとこやなと思った。俺知らんからさ、みたいな。こんな綺麗なとこなんや、と思って。なおさらそんなんしてほしくないな、と思ったしな。確かにな。うん。もうだって多分もうその撮ったとことか今ももうえらいことだと思っう、えらたいしことな。なってるな。ダンスシーンもさ、もうめちゃくちゃかっこいいしな。そこでさ、こう、わざとこう、ちょっと負けてあげるラーマ、むちゃくちゃかっこよくない？わかる。なんか映画の前編にあたってさ、ちょっとラーマがビームにのために、なんか、バレへんところでちょっとなんかしてあげるっていうシーンが何個かあるじゃないですか。ムチ打ちのシーンのさ、膝をつけばいる、なんか、いる、だから許し、なんかやめてやるみたいな、むち打ちを、にさ、絶対に、ビームは膝をつかないっていうことをしたじゃない。でももうこれ以上、ラーマンむち打ちしたくないから、このほら、こう、足かせをさ、足でガッて引っ張ってさ、膝つかすのにガッて耐えるっていう、なんかちょっと細かいシーンがすごいいいんですよ、今回。あれ、だから、俺、国生さんが2回行きたくなった気持ちめっちゃわかるわ。ああ、そうそうそう。何回も見たいよな。俺、1回目、2回目、まあ、見たじゃないですか。1回目はね、結構、ラーマの気持ちで映画見てたんですけど、2回目はね、結構、ビームの方に感情にして見ちゃったんですよね。え、ほんなら、ほんだら、ラーマという男の、もう、ちょっと泣けるほどの、兄貴分派だというか。もうね、ちょっとね、これ後で気づいたらちょっと泣いてまうで、みたいな。それぐらいこう、まあ友情とこの、なんて、兄貴派がこう織り混ぜて、だからほんまにいいキャラクターやし、なんか、で、ビームもビームでなんか可愛い。めちゃくちゃごっついねんけどな。なんめかあちゃくちの、親友感がいいんよな。ゃ。そうそなんでこの二人がそんな戦わなあかんねんっていう感じの。確かにな。う俺もっと語りたいから、酒汲んできていい？ん。ちょっとじゃあ、早いけど、インターバルやな。映画の中でインターバルなかったけど。
俺マジで毎日さ、最近ナートダンスとエンディングとかさ、YouTube に結構さ、その、橋のそのシーンとかさ、名シーンが結構上がってんのよ。毎日見とったから。あれ、サントラとか多分出てないもんな、まだ。あれ、サントラだったら欲しいなと思ってん、ね、確かにな。ていうか、あれはもうさ、なんか、で、その、YouTube にさ、それこそその、有名人から、その一般の人から、いっぱい感想をなんか語ってるやつがあってさ、結構見漁ってんけどさ、なんかその中で俺確かにと思ったんがさ、なんか俺ら世代でさ、俺ら、まあ、国生さんなんかむちゃくちゃ映画、詳しいやん。いやいや、詳で、しくない。いやいや、僕もその、なんやろ、その、めちゃくちゃ見てる本数少ないけど、なんか好きやねん、どっちかというと映画。映画好き。で、俺らの中でさ、もう言うたら、もう当たり前のような名作の、例えば、バックトゥザフューチャーとかさ、ターミネーターとか、ダイハードとかあるやん、もう超、名作の。あれをさ、こう、めっちゃ上の世代の人とかってさ、あれなーって、なんか当時、もう映画館になんか何回も見に行ったわ、みたいな人おるやん。いや、羨ましいと思うやん。あの当時に、公開っていうのを見に行ってたんや、みたいな。ロードショーだよな。そうそう。ってなる映画よな。RRR。多分。そうやな。俺らがだからもう60歳ぐらいになった時にさ、もう20代の子とか、いや、RRR めっちゃおもろいっすね、みたいな。あれ、当時映画館行ったわ、みたいなさ、言えるぐらいの映画よな。確かにな。いや、ほんまそうやと思う。今回の映画、なんやろう。ほんまに映画館で見るタイプの映画やもんね、ほんまに。せやね。完全に。あれちょっとこうスマホで見るとかってちょっとちゃうよな。やっぱ、大きい画面で見たいなっていう。ちなみに、ここで、RRR。タイトル RRR じゃないですか。ここでクイズです。お、クイズコーナーや。クイズコーナーです。RRR とは何の略称でしょうか？これめっちゃ難しいで、映画的には、だからストーリー、ウォーター、ファイヤーやけど、だから監督と主演二人のその頭文字を取ってた企画名やったよね、最初。ちなみに、英語の意味とインドの意味はあるんですよ。知ってました？どういうこと、これね、RRR ってのは、英語の意味と、イン、あの、その、言ったら、向こうの、まあ、言ったら、テルグ語だ、タミル語だから、インドの言葉あるじゃないですか。どっちも違う意味合いがある。面白いでしょ、これ。まず、英語版はね、日本語で言うと、隆起、ライズ、咆哮、ロア、反乱、リボルト。これ全部 RR から始まる言葉。ああ、なるほど、なるほど。で、隆起、咆哮、反乱で言ったら、革命的な言葉が3つ並んでる。ライズ、ロア、リボルトから RRR って言ったのと、これインドの言葉だと、なんかあれらしいね。怒り、戦争、地っていう意味らしい。なんかそういう言葉があって、それも多分、頭文字かなんかどっか取ってるんかな、でもちょっと近しい意味やね。なんか、多分。類義語みたいな感じやね。まあ、っていうサブタイトルがなんとなく考えられてたらしい。なんせでもこのさ、常にさ、こう、対比やんか、常に。この対比の描き方の連続やん、ずっと。めちゃくちゃいいよ。確かにね。だから、今回の映画の面白さってまさに対比なんかもかな、マジで。対比、ほんま、究極の対比。ずっと3時間対比し続けてるわけ。そうやね。で、しかももう、冒頭でこの対比し、これから対比される二人は、同じ思いを持ってるっていうのがもう描かれてるわけやからな。だから対比が描かれれば描かれるほど、なんでやねんってなんで、こっちはね。そう、感情移入しやもうすい。言えやって。俺がもうラーマやったらすぐ言う。俺がラーマやったらすぐ言う。俺な、あれやねん。潜入してんねんって。でかい。これ警察。お前捕まえきない。ちょっとじゃあ、お出会いのシーンで、こう、ロープブラーンなってさ、こうなるとこあるやん。で、ほら、ラーマみたいな、そこで自己紹介するとこあるやん。あそこで、
もう、俺、警察やね。でも、昔、いろいろあって、潜入してんねん。嘘やろ。おまおまおま。そうなん。あれ、イギリスの貴族にさらわれたちっちゃい女の子探してんねんけど、知らん？待って、ちょ、え、あ、じゃあ、あとで、暑いでした。じゃあ、お前、お前。暑い。もう、早終われやで。もう、早次行ってくれたね。めっちゃ早喋る次行で。かいや、確かにな。なんか、でも、なんか、あれがいいねんな。なんか、しかもなんか、正体バレせえへんのも意外とそんなに、なんていうの、突っ込みどころないというか、せやねんな。なんかこう、先に弟の方を見てさ、捕まえてさ、似顔絵描いてさ、見せようと思ったら、なんかバイクから風でピュー、ああ、みたいな。飛んでいっちゃって、みたいな。なんかこう、すれ違いよな、こう。良くも悪くも。すれ違い。まあね、本当にぐらいいい人間関係の、そう、だからほんま、なんか、いい、多分いい、最近みたいなのやったら一番うまく、こう、友情を描けてるんじゃないのっていうぐらい。なんか俺もうさ、こう、人が感動するのってやっぱこう、もう熱なんやなって思った、熱。もう理屈抜きのな。そう。そんなアホなっていうぐらいのさ、展開やねんけど、でもそういう友情っていうのはほんまにあるからな。もうこいつのためならみたいなさ、そういう友情ってあるからさ、実際。いや、マジで。ちなみにさ、一番、もう名シーンのオンパレードやけどさ、もう名シーンのバーゲンセールだって感じじゃん。まあもう、出血大サービスじゃん。ちなみに、どこが一番好き？難しいもうこと一聞く個だけ、な。一個だけに決めな、もう死ぬとしたら。死ぬんや。もう決める。死ぬ。死んでまうんや。ほな、もう絶対決めなあかんやん。あ、そうやな、そうやな。ダメだろ。いやもう、でもやっぱりな、もう一番、もう、見ててさ、あ、もうこの映画絶対おもろいわって思ったのは、やっぱさっき喋ってた橋のシーンの、で、からのタイトルコールがバーンっわかて。るわかるわかるわかるわー。ここでタイトル出すんやってのもあるし、もうあの瞬間から、あ、この映画絶対おもろいやんってなんかもう、わかる確信わ。したよね、やっぱ。全部名シーンやもんな。俺そこか、あ、これなんだな。あれね。動物と一緒にバーッ突っ込んでいってからの戦闘シーンか。ああ、これ。うん、あ、この辺も悩んだけど、やっぱりでも、この映画絶対おもろいって確信したのは、やっぱオープニングのそこかな、やっぱり。確かにな。でも俺も一緒かもしれんな。やっぱあれってすごい、こう、この映画ただもんじゃないなっていう感じ出てるもんな、この辺。確かにな。もう、はい、面白いですよっていう、ハンコみたいな感じだったもんな、タイトル出ただけ。まさかそっからずっとあのテンションだと思えへん。そ やね。大体さ、どんなに面白いさ、好きな映画でも、ちょっとさ、このシーンちょっと、こう、だるいなっていうのがあるやん、絶対。もう、ちょっとこのシーン早終わって、あの好きな登場人物ちょっと出てけえへんかな、みたいなとこあるやん。ちょっと街みたいなとこ。それが一秒たりともないっていう。確かにな。アクションシーンとかもさ、なんか、なんやろ。超人っぽいところってやっぱあれかなと思って、やっぱ、いろんな映画から、やっぱマーベルとかからもちょっと影響を受けた感じだった確かにちょっもんね。なんか、とだってなんか、それこそ最初のさ、ビームがだから乗り込んでさ、初めてラーマと戦うことになったとこでさ、炎と水の対比みたいなのあったやん。あれとか噴めち水。ゃくちゃ、そう、噴水となんか、いや、こう燃え燃えててる、る。聞いてた。あそことかめっちゃマーベルっぽいもんな。なんかちょっとわかるわかる。超常能力みたいな感じしたもんね。あ、こういうのもあるんだよ。この、まさに火と水の。かっこええな。うん、かっこいい、これ。
これは。あとここもよくないです。このバイクと馬の並走シーン。そうやね。でもこれなんかさ、一見さ、ちょっと逆じゃんって思ってん、最初。俺も一緒思った。どっちかというと、そう、山の中の言うたらさ、大男であるビームが馬乗りそうやん。確かに。俺もそれめっちゃ思っなあ。たと思う。で、ラーマはその言うたら警察官なんやから、こうさ、バイク乗りそうやん。早くな、うん。逆なんやと思って。あ、確なんでかに、なんそやれろ。を。なんでなんやろな。なんでなん。なんか、あんのかな。役者さんもさ、結構みんないい役者おってんか。俺さ、この、まあ、キャスト表みたいなの見てさ、めっちゃ、はーっと思ってんけどさ、キャストとかスタッフとか見てさ、インドの映画界ってさ、いわば伝統芸能チックというかさ、映画監督とか、この主演俳優とか、女優さんとかさ、あれなんですよ。結構その、お母さんが女優で、はい、映画監、お父さんが映画監督でか、お父さんが俳優でとか、絶対2世か3世とかそんなんや。じゃあもう一般の人はなられへんねまあ、なれんことないと思うんだけど、多分この、もうほんまにこうスター、このさ、主人公とかになるような、このスターさんは多分みんな多分、2世、3世、言ったら血筋。なるほどだからな。もう歌舞伎とかそう、日本でいう伝統芸能な、の、まあ言ったら漢字なんちゃうかな、多分。なんか、もうず、全員ほとんどそうやもん、やっぱり。話ちょっと変わるけどさ。うん。エンディングあるやん、エンディング。エンディングのさ、シータ役の人がむちゃくちゃ可愛い。わ かるわかる。むちゃくちゃ、あれ多分俺、地球で一番可愛いと思う、あれ。じゃ、ほんまに。エンディング。でもこの、劇中はさ、そんなに笑う感じなかったやん。とこう、なんか、辛気臭いやけどな、ね。そうよね。まあ、抱えてるもんがあるからな。でもこう、エンディングの、なんか、エンディングってもうただただ踊ってるやん、まあ、みんな。ちょっとね、おちゃらけて。そう。見た？エンディング。何回か見た？いや、何回か、だから俺は2回、2回。いや、俺もさ、YouTube でも何回も見たからさ。じゃ、あ、ぐちもゃくちゃ可愛い。う。あ、よか、かわいい、かわいい。確かにかわいい。表情も。だから、結俺あ構、のこの人人いたが、か。俺は、あんなになりたい、俺。何て言うの、なりたい、俺は、あんな可愛い感じ。可愛げ欲しい。めちゃくちゃいい。それ言ったら、最後の方出てくるラージャマオリカとも可愛い。もう、いや、可愛いじゃん。残った。最後。大砲みたいなの、間からこう、こうやって出てこうやってくる。こう、こうやって出てくる。可愛いけどでも、シータの人、むちゃくちゃ可愛い。なんちゅう、エンディングのさ、なんかこう、最初ずっとさ、こう、ビームとラーマがさ、踊ってるやん、二人で。で、途中でこう、なんか、みこしみたいになって、こう、こんな感じで出てくんだよ。こう、なんか顔がさ、みたいな感じでさ、出てきてさ、で、横にバーってビームとラーマが来て、一緒に踊んのよ。その時のこう、シータのドアップになる、こう、なあ。お、かわいいかわいい。めっちゃかわいい。かわいい。ちょ、やってや、シータ。あ、かわいいな。おじさんやん。おじさん。おじさんや。そらそうやろ。お前は全然そらそうやろ。おじさん。シータちゃう。俺がやった方がいいわ。踊ってんね。ひげ濃いな。シンプルにひげ濃いわ。もうこのポーズするにはひげ濃いって。ひげやったらあかんねんな、やっぱシータは。ひ げがあったかんな。そなぜやろ。ラーブのビームはひげだらけ。ひげだらけ。でもシータまでひげやったら、それはまたちょっとバランスがおかしいから。ニュアンスが変わってくる。ハハハハ。
だいぶ変わってくる。だいぶ変わってくる。最後の方でさ、まさかさ、シータがさ、そのシータはだってラーマの恋人やんか。まさかそのビームと出会うなんてな。あれがいいねんな。あれがな。なんかこう。まあでもさ、めちゃくちゃ冷静に組み立てたらさ、もうさ、単純や。出会う。あ、こんな男二人います。出会う、戦う、一人捕まる、逃がす、片方捕まる、もう一人助けに来る、二人で逃げるって、もうこんな単純なことないじゃん、みたいな。確かにな。なんか脱獄系の映画をなんか2回やってるみたいな感じだもん。ごっつい単純な流れやねんけど、なんと見てまうというかな。この捕まってからのラーマむちゃくちゃかっこいいよな、このなんか。かっこいいね。急にちょっとパーマロン毛になるからな。そんなに髪の毛を遊ばしてましたっけ？ でもその間、めちゃくちゃ指名手配されて逃げてるはずのビームは、髪型一切変わってへん。妹助けなあかんし、親友もボコボコにしたのに、お前ちゃんときっちり散髪するやんけ。逃げながら床屋にはちゃんと行ってるやん、多 確かにな。そう、その、なんかね、顔が綺麗やんな、二人ともな。分。目が綺麗やん、目が。目がどっちもすっごい綺麗やん、なんか。なんかもう目にこうなんか人間味があるような。いや、俺結構さ、マガディーラーの方も見てたからさ、結構この、ラーマ役のラームチャランさんを結構、推して見ててんけど、やっぱ映画の中でこのビーム役のこの、なんですか、NTR ジュニアさん。この人がね、もうね、演技がめっちゃ可愛くてさ。わかるわ。この人いろんな面持ってるんだけど、めっちゃ可愛い顔ができるのにさ、で、めちゃくちゃ戦うシーン、ごつくてかっこいいのに、ナーっていうのダンスシーンの、足の異常に速い足さばきで動くってことさ、なんか、ダンス異常に上手かったしね、なんか。この人すごいな、めちゃくちゃいろんな面持ってるなと確かにな。思って。続編がもしかしたらあるかも、みたいな。いや、俺いや、はで俺ももね、ね、もうあれで完全お腹いっぱいやから。正直さ、別にいいかなって感じや。うん。でも俺、一個思いついてしまったんだ。まあ、今回言ったら、RRR のさ、最後でさ、倒してやん、スコットっていうとこ倒したわけじゃないですか。うん、倒したよ。でもさ、まだイギリスの支配下にあるから、多分また新しいやつが来るやん。結局のところ。新しく、まあ、インドの統制を任された、また軍の息のかかったものが、まあ、結局来るやんか。で、結局来てさ、イギリスに来て、また同じことやったら、もうそれ前と一緒やんか。だから、多分新しい帝都が来る前に、もう二人が何かしらの理由でイギリスに突入していくしかないんだ。だから舞台がインドから英国になる。もうそれしかないんちゃうかなっていう。いや、難しいよな。だって、もうあの対比だって使われへんもん。もう分かってんねんからな。二人が。親友やってことは。もう、二人で、だからもうマジで歴史改変で大英帝国をぶっ潰すしかないんちゃう。マジで。グレートブリテンをこのラーモとビームが落とすっていう人しかもう考えつかへん。でも、タイトル何なんだよな、じゃあ。RRRRRR めちゃくちゃ R 出てくるやん。ああ、だからあれらしいよ。ビーム役の NTR ジュニアもぜひシリーズ化してほしいって言ってるらしいからね。いや、でも正直でももうあれはあれですごい最後もう終わってるからさ。ああ、すっごい綺麗に終わったもんな。そう、すっごいもうなんかちゃんと終わったからさ。続編作らんといてほしいねんけど、作ったら絶対見に行くな。それだけ見に行ってまうんだね。もうあの二人を見たいしな。いや、俺でもね、この監督やったら多分2作目も多分、なんとかしてくれると思うんだ。2位までやな、やるとしたら。まあ2位までやわ。
3とか言い出したらもうちょっともうなんか言っちゃいまねえかなってなってくるけど。いや、でも2まで行ってもたら3とかなってくるんじゃん。そうかな。まあ、結局2人のどっちかが死ぬとかせんかったら全然いいしな。そうやね。あ、でも俺それさ、すごい今回のやつ見てるときに思ったのがさ、途中でさ、だから、ビームを、ラーマが逃が、あの、処刑場所を変えて逃がすやんか。で、ラーマが、木に刺さってもうてさ、うわーって、俺もうこれ、お互いのその真意がちょっとわからへんまま、一人死んでまうパターンやんって思ってんやん。でも全然死な。多分主人公のラームとビームさ、本編3時間中さ、折ったダメージ2人とも多分10ぐらいとでも何回も死んでるで、普通やったら。100中多分10ぐらいとダメージ食らってない。確かに。あと俺思ったのが、マジで薬草の力めちゃくちゃでかい。薬草どこでもある。人んちのベランダにとかペットを取ってたよ 基本はもう死にそうになっても薬草塗っといたら大丈夫やから。マジで薬草めちゃくちゃでかいね、あれ。あと、その薬草の前に、手縛られて見えへんところ、後ろで四角ない状態で、蛇の頭つかむ、ビームの弟、あいつ何者なんて 確かに。あいつはあいつで最強やから。いう。やっぱ、最終決戦の森の中のシーンだったら、やっぱ、二人の、フィギュアとか欲しくなるもんな。あ、確かにな。確かに。でもあいや、ごれ、めんなさい。ラーマおらんかったらもうビーム死んどったけどな。もうだって、川でなんかしてるときに、もうこの辺にいっぱいおったからね、こう。ああ、イギリなんスか、軍。銃構えてるな。そうそうそう。あれ、ラーマがこう、だろう、いやで、この水飲んでる、ここから意味や、こあれ、ラーマおらんかったらもう死んでたやろ。う。あ、でも、大丈夫か。薬草あったら大丈夫か。あ、だったら大丈夫。見たらもう先ずみたいな。薬草マジで欲しいな。薬草強すぎ問題ね。シータと、イギリスの、あの子どっちがいい？ああ、はいはい、何やったっけ？ジェニーな。あ、ジェニーか。あれ、名前が、マダムはやめて、私はジェニーよ。随分長い名前だな。あそこ良かったな、かわあ、いすぎるやそういうちょっと面白パートもあんねや、みたいな。ん。あれが好きなの。言葉わからへんから、とりあえず、笑うとくっていう。かわいいな。どっちやろう。でも、ジェニーもかわいいけどいや、な。ジェニーもだいぶいい子やで、あの子は、すごい、差別的な、こう、な、思想がないから。そうね。そうなの。まあ、そうだね。でもなんかあれやな。でも、この、心強いからね。シータはもう、やばいって言ったら、まあ言うたら、まあ、助けに来たわけじゃないけど、もう言ったら、助けてくれるやん、ビームをさ。ああいうちょっとこの、なんていうの、この、強さがある。確かにな。で、シータがさ、ビームであそこで出会ってさ、ビームにラーマのことを話さへんかったら、何にももう物語進んでないから。そうや。俺、シータ好きやからさ、ラーマのことを語って、こう、ビームが、そうだったのかってなるシーンをやらしてやん。ははは、はい。私の許嫁は、すごく葛藤してるようでした。で、祖国が、あれで、すごい頑張ってるんです。何をされてる方ですか？ あなたの家が何をされてる方ですあかんな。それやったら、こう、助けに行かれへんな、ビーム。和田アキ子、和田アキ子じゃん。
あなた何されてる方？みたいな。あ、かま。で、俺がビームやろ。ああ、俺。私の稲月が、結局、反逆者で、それで私も、その、いいなずけをしてたんですけど、でも、なんか、いろんなことが混乱がっちゃって、あれ、あなた誰ですか？は は こいつや、こいつやばい、やべえぞ、こいつ。警察官やな。警察も、官。なんやろ、シンプルにその時のセリフ忘れたわ。何やったっけな、なんか。なんかでも、あそこで、うまいこと言うとったな、なんかこう。私の警察が警察官で、太陽のために、警察、警察官になったんですけど、結局その、自分の出世を諦めて自分の親友を救い出して、今は投獄されてるんです、みたいな。せやな、で、全部。明日処刑されるんです、みたいな。あ、せや。せや、あ、わかった。どあ、わうも、みたいな。かった。俺できるわ、じゃもう。私の言い名付けは、大義のために、明日なんです。何が？あかんな。うまいこといかんな。何がですか？うまいこといかんわ。あ、じゃあ俺やってみようか、一回。やってくれ。私明日処刑されるんです。いや、大丈夫なん？ここにおって。ちょっと、はしゃぎすぎた。はしゃぎすぎた。その祖国とかさ、大義とかさ、そのちゃんとキーワード言わなあかん。俺がやるわ。俺がやるわ。シータ。私の言い名付けは、と、あの、信用を裏切ってしまって、祖国、もう祖国なんですよ。ほぼ。宮下草薙の草薙みたいな喋り方するの。宮下草薙の あ草か薙んみたいな。な何やろ、喋り方もする。う、おもろくもなかったし、ちょ、俺あかんわ、全然。ああ、じゃあ、もう、俺が C だよ。やってくれ。私、空から落ちてきたの？あなた誰？そのシータちゃうねん。そのシータああ、ちゃうねん。じゃあ、バズーに言わなあかんやつやねん、それ。あ、じゃあ、あ、そっか。この、わーっと、ゆっくり上から押してくるシールだなと。そっちじゃなかっちゃうねん。そのシータちゃうねん。落ちた。あ、てじゃけえへんねん、最後。あ、あ、お、お、お、すごい。あ、ごめんごめん。ちょっと間違えた。全然違う。ガチャ。こういう服は嫌いかね。まさか。なんだ。海賊だけど、うわ、海賊だ、うわ、うわ、飛行石が、テレ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 テもうあれやね。がっレテ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 レ
完全に 綺麗にないの。まだ C、そっちの C だと思ってたわ。でも本当に、もうコロナでさ、なかなか出かけにくかったけど、ね、これね、よかったら一緒に見れてた。いや、マジで。特に俺やっぱこれ、こう、親友と見に行ったっていうのはでかいね。それ、結局さ、どっちやと思う？俺どっちがラーメン、どっちが、俺たちまあ親友同士で。どっちが、そうそう。俺らを例えるならってこと？そう、ラーマと、ビーム。いやー、どっちもかっこいいのよな。そうやねんな。ちなみに2回見た極小さんはどう思った？いや、俺やっぱもう初回から思ったけども、僕はビームで。なかなかこのラーマですね。でもなんか、確かに、なんとなくやけど。もう消去法的に言うと俺、お前を肩車は要せんわ。まあ、そうやな。まあ、そうやな。
なんか、俺らもこうなりたいなって思ったよな。憧れの存在よな、この二人。ほんまにこう、いいキャラクター生んだわ、ほんまに。これ、だからほんま、見に行ったことないって人が、もし僕らのこれを聞いてくれてるんであれば、もう今すぐ見に行った方がいいと思う。ほちんょっとまよに。かった。損です、マジで。映画館に行かないと。せやな。これが今公開されてるって、この時代をうん。自慢できるからね、多分何十年後かに。見に行ったぞっていうの。しかも、まだロングランで、まだ上映中ですからね。いや、俺もう一回見に行こうかな、マジで、今い度。や、ほんま、いっとき、いっとき。なあ。映画って結構軽視されるけど、劇場で見れるのってほんまに人生でほんまに少ない期間でしか見れないから。いや、もう一回行こう。いや、でもだまあ、かほらん何ま、回も行く。教えてくれてありがとう。ほんま、最高の映画やったわ、これ。ね。これはもう、ぜひぜひ、ね、見てほしかったんで。ね。まあ、そんな感じですかね。